太陽系の4つの木星型惑星と太陽の同縮者図、木星型惑星とは、惑星を分類する場合の木星と類似の惑星の総称。大惑星とも言う。木星型惑星の直径と内部構造の比較。木星型惑星は構造から2つに対別できる。木星は中心に地球ほどの大きさを持つ岩石や氷からなるコアがあり、 その外側を金属水素が取り巻く。大気に相当するのは水素ガスである。土星は木星よりやや小ぶりながら構造はほぼ同じである。ところが天王星ではコアのすぐ外側に水、アンモニア、メタンの3種類が混合した氷からなるマントルがあり、その外側を水素、ヘリウム、メタンの混合ガスが覆う。全体積に占める。 ガス成分の割合も木星などと比べて少ない。海洋星もほぼ同じ構造。右上は、同縮尺で描いた地球何を主体に類似とするかによって二通りの木星型惑星の分類があり、21世紀初頭、現在では併用される状況にある。大きく、重い惑星を木星型惑星と分類する。太陽系では、木星、土星、天皇星、 可用性が分類される。いずれも地球より直径で4倍以上、質量で10倍以上のサイズであって密度は小さい惑星である。他の共通点として多数の衛星と感を持つ。軟気発性のコアの周囲を液体もしくは気体の水素やヘリウムが取り巻く構造の惑星を木星型惑星と分類する。太陽系では木星、土星が分類される。 天皇星と海王星も過去には類似の蘇生と考えられていたが、惑星単位差が進んで、ガスと中心部との比率が詳細に推測できるようになった結果、木星、土星とは蘇生が大きく異なることが判明した。そのため、木星と土星のみを木星型惑星とし、天皇星と海王星は天皇星型惑星と分類するようになった。 20世紀末以降は太陽系外惑星として主星に近い軌道を公転している。ホットジュピターが多数発見されている。木星型惑星は主成分がガスでできており、密度は小さく大きさが巨大である。地球型惑星のような硬い地表はなく、中心部に近づくに従い惑星を構成する。 水素ガスが圧力によって液状化し、さらに深くなるにつれ、水素は液体金属状態になっているものと考えられている。金属水素の層よりも下には、地球の10倍程度の質量を持った岩石や金属、氷物質などでできた中心核が存在するものと想定されている。また多くの惑星で缶を持ち、衛星をたくさん従えている場合が多い。 木星型惑星や天皇星型惑星には明確な表面は存在しないが、そのままでは取り扱いが不便なため、便宜的に気圧が1バールとなる面を表面として定めている。古くは複数の定義が混在していたこともあったが、現在ではほぼ1バールに統一されており、惑星の半径などもこの基準に基づいて決められている。木星型惑星。 天皇星型惑星はいずれも気圧1バール付近の高度に雲が存在するため、この基準面は視覚的な表面ともおおむね一致している。また、その巨大さに由来する強い重力を持ち、これによって内部太陽系への彗星の侵入を阻止している側面が指摘されている。この説は木星への襲名かあれび第9彗星衝突が如実に示しており、この特性により、 地球への致命的な水星衝突が回避され、生命が長期間生存し進化できたという説もある。この説において、木星や土星のように、ハビタブルゾーンの外側に、離心率の小さな軌道を持つ木星型惑星は、グッドジュピターと呼ばれる。惑星の材料物質の残滓、あるいは、形成途中で破壊された天体の残滓であると、 考えられる隕石の放射性元素を用いた年代測定によって今から約46億年ほど前に太陽系が形成されたと考えられている。現在の小惑星帯より太陽に近い領域では岩石や金属を主成分とした微惑星が衝突と合体を繰り返し地球型惑星が形成された。一方、小惑星帯よりも遠い領域では 太陽からの距離が遠いため放射による太陽からのエネルギー輸送量が少なく温度が低いため水や一酸化炭素二酸化炭素メタンなどが凍ったこれらは岩石や金属の総量を上回ったためこの領域の微惑星は氷が主成分となったその結果材料物質が増えることとなりより大きな原子惑星コアが形成されることとなった 原子惑星コアはその重力によって、周囲の原子惑星系円盤のガスを大気として引き寄せる。原子惑星コアの質量が地球質量の10倍程度を超えないうちは、大気はそれ自身の圧力に支えられて安定に存在している。やがて原子惑星コアの質量が地球質量の10倍ほどになると、大気が崩壊し始め、惑星の材料として付け加わるようになる。 こうなると、原子惑星コアは、再現なく周囲のガスを取り込み、加速度的にその大きさを増していく。こうして、地球質量の300倍以上の原子木星ができた。現在の木星は、形成時からの収縮が依然として続いていると、考えられており、主として解放された重力エネルギーが原因となって、太陽から受ける放射エネルギーよりも多くのエネルギーを放出している。 惑星形成については、太陽系の形成と進化を参照。ありがとうございます。